日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。チーナ、スターバックスの新商品メルティークリームピスタチオフラペチーノと石窯ハム&チーズ石窯カンパーニュ、そしてナッツキャラメルナッツチーズケーキとチョコレートクランブルムースケーキの4種を食べたいと思います。ピスタチオ、ピスタチオ、最初見た時は抹茶かと思ったんですけど、まさかのチョイスですね。抹茶とはまた違う緑の美味しさ、誕生してみたいです。それでは。まずは、こちら、ハムとクリームチーズ、石窯カンパーニュから食べていきたいと思います。主食系のチーズ、クリームチーズも美味しいのかな。では、いただきます。ピスタチオの味ってどうなのかなと正直思っていた部分もありますけど、これは、まあ、思ってたよりすごいわ。うわー、クパクパクパク食べ進められるし、でピスタチオどこ行ったって感じ。夏だ、やんない夏じゃねえわ、冬だわ。いやまだ冬でもないか、寒くなってきたけど、ピスタチオはフラペチーノで飲んだ方がより香ばしさを感じられるからいいかもしれません。メルティークリームのまろやかな甘さともよく合っていますね。もっともっと飲みたくなる、そう言えるフラペチーノです。他の商品も含めた詳細なものはこの後すぐにレビューします。ごちそうさまでした。最初に食べたハム&クリームチーズ石窯カンパーニュは、クリームチーズがかなり濃厚で口の中にねっとりと広がる旨味が美味しかったのですが、一方でちょっとハムがどこにいるんだろうというぐらいチーズが勝ってしまっているので、もうちょっとハムの食感も感じたかですね。見た目ありそうなんですけど意外と、ねえだったのでどうしたもんかな。その次に食べましたチョコレートクランブルムースケーキは、濃厚で苦めなチョコレートと下にあるクランブル生地のザクザク食感がバランスよく整っていて美味しかった。ザクザクと心地よい音を口の中で広げさせてくれましたね。続いてキャラメル&ナッツケーキも同じくザクザク食感があるんですが、こちらはクリームチーズの濃厚な旨味、石窯カンパーニュの私はちょっと少し甘めのチーズが美味しかった。さらに美味しさを引き立てていました。一方でキャラメルはちょっと力が弱かったかな。どちらかというとザクザクに力を入れてるのかも。で最後に飲んだピスタチオフラペチーノ、ずーっと飲んでいくとクリームのまろやかな甘さとともにピスタチオの香ばしさがその中でパッとある時花火のようにいきなり広がってきて目をパチッと開けさせてくれました。ピスタチオの美味しさを味わえるドリンクとして、あなたがお好きな、ピスタチオがお好きなのであればぜひ飲んでいただきたいです。というわけで今日の商品は、ピスタチオフラペチーノは当然として食べ物の方からクランブルチョコムースケーキを大苦味の目立つ代表として5点とさせていただきます。ご視聴本日も。というわけで今日はスタバの新商品を食べてみた動画でした。あなたが気になる商品がありましたら私に教えていただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録、コメント、高評価、さらには動画の拡散をしていただけるともっと嬉しいです。では演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。